でこういう仕事ができてる人は幸せだなとか、こういう商品を売ってる人っていうのは大変だろうなってはっきり分かることがあるんですよ。ただこれを言っちゃおしめよでね、これは今まで言ったことありません、実は公園でも。これカメラ撮るのかいいか、ですね、そこで迷って、このプレゼンっていう感覚とクロージングっていう感覚がない人はどうなるかっていうと、相場に合わせていく。あなたの施術は価格 .com で出る？出ないでしょ。ということは、お客さん、患者さんに費用対効果というものを感じさせることができれば、あなたのビジネスは勝つってことになる。